ディフェンダーなんで止めるのは当然一番大事なことだと思います。自分のところでしっかり最後止めるっていうのは一番の仕事だと思います。行くときは行く、躊躇しないで勢いのまま流れるように上がっていくっていうのはすごく大事なポイントだと思います。一人じゃ守りきれないんで、ラインをしっかりコントロールしてコンパクトにやらないといけないと思います。で、これ何の話でしたっけ。バルブです。流体を止める、流す、制御する、バルブ一筋105年、金子産業。